はい、こんにちは。山小屋ラーメン宮崎駅前店さんが今日で店じまいということで、早速最後の一杯を食べてみたいと思います。さあ、こちらが山小屋ラーメン宮崎駅前店です。今電話したら最後の一人は大丈夫ですということで、最後の一杯食べたいと思います。あ、ぷんちゃん、あ、電話した、早川と申します。大丈夫ですか？あ、どうも。すいません。できるのはじゃあ、ね、できるのは味噌、はい、味噌と普通のラーメンができます。あ、じゃあ普通のラーメンもらえます。はい、ラーメンです、ね。あの焼き飯はありますね。半焼き飯大丈夫ですよ。じゃあ普通のラーメンと、はい、半焼き飯ください。はい、お願いします。麺の硬さは普通でよろしいですか？あ、普通でいいです。ありがとうございます。これはね。もう最後のお客さんということでね、この昔ラーメンも品切れで、このノーマルラーメンとチャーハン頼みました。あ、どうもありがとうございます。来ました、山小屋ラーメンです。あ、僕一番最後のお客さんになりましたね。そうですね。何年間だったんですか？ありがとうございます。ん、何年間だったんですか？19年ですね。19年ですか？その時に入ってる5年前に、はい、宮崎、東京から車で宮崎に来て、はい、初めて物を食べたのがここのラーメン。あら、そうですか。思い出だったんで、はい、またよろしくお願いします。また偶然にもね、最後の日に、ね、最後の客になりました。ありがとうございます。どうも、すいません。はい、あ、そっか、お釣りでしたね。あ、そうですか。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。どうも。どうも、ごちそうさまでした。どうも、ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうも。どうも。のれんを。あ、片付けちゃった。のれんなくなっちゃった。山小屋ラーメン、19年間お疲れ様でした。